おはようございます。2018年6月18日あ、間違えた、6月15日古民家風の家最後の朝ごはんです。じゃーん、見てください。今日の朝ごはんはなんか美味しそうでしょ。昨日作った、昨夜夕べ残りなんですけれども、小松菜白だし卵焼き、いつも安が来ると朝ごはんで作るんですけれども、ちょっとそれを小松菜が余ってたので作りました。ただね、ちょっと卵の数が足りなくてね、もう少しもう一個卵を増やせばもっとふわふわで、小松菜がメインって、小松菜美味しいからいいんだけど、小松菜になった小松菜の卵とじ的になってしまったんですけど、まあでも十分美味しいです。それと大根サラダとしょぼろ納豆とインスタントわかめとの味噌汁と真っ白いご飯、まあ、こんな感じでちょっと今日はいつもと違って卵の彩りがありますということで、今日はあいにくの雨ですが、ワールドカップも始まりましたね。日本は今回はちょっと期待できないけど、一生懸命応援しましょうということで、今日も元気に過ごしましょう。古民家風の家、マダムゴンでした。それではいただきます。